勝夫さんです。皆さんこんにちは。日本共産党の志位和夫です。参議院で戦争法案の審議が開始されて1ヶ月です。審議すればするほど安倍政権が追い詰められ、まともな答弁ができなくなっているじゃありませんか。特別委員会の審議、これまでになんと77回も中断し、審議途中での散会という事態も起こってます。ここまでボロボロになった戦争法案は廃案にするしかありません。3つのことを伝えたい。第一、皆さん、安倍政権は戦争法案の根幹部分について整合性のある答弁ができなくなっています。安倍首相は集団的自衛権行使の具体例としてパネルまで使って日本人を乗せた米艦の防護ということを言い立てましたね。しかし先日の審議で中谷防衛大臣は日本人が乗っていなくても集団的自衛権行使することはあると言ったじゃないですか。あれほど繰り返したホルムズ海峡の機雷掃海についても党のイランがそんなことはありえないという中で言えなくなってるじゃありませんか。なぜ集団的自衛権行使が必要なのか、もう説明がつきません。政府が出してきた具体例というのはどれもこれもがみんな嘘をごまかしだったじゃありませんか。嘘をごまかしというのはどういうことでしょう。裏返して言いますと、政府の裁量で何でもできるということですよ。自衛隊の戦争への参加を白紙に印象を与える、こんな法案断じて許すわけにはまいりません。第二、皆さん、今度の戦争はありとあらゆる点で自衛隊の軍事行動への歯止めはありません。参議院で恐るべきことが明らかになりました。米軍のために自衛隊がどんなものを運べるのか、クラスター弾も運べる、劣化弾も運べる、毒ガスも運べる、核兵器まで法律上は運べると答弁したんであります。皆さん、大量破壊兵器も非人道的兵器も何でも運べる、こんなものが憲法9条の下で許されないことは明らかではないでしょうか。そして皆さん、第3に自衛隊倒幕幹部が秘密裏に戦争法案の成立を前提に具体化の検討をやっていたことが明るみに出てまいりました。その内文書を見て驚きましたよ。自衛隊と米軍との軍の調整所を作ると書いてある。共同戦争支援部作るって言うんです。それから南スーダン PKO への駆けつけ警護を追加する、南シナ海での警戒活動を検討する。皆さん、どれもこれも国会では一度も説明されたことがないことですよ。それを5月26日衆議院で審議が始まったその日に全国350人の幹部自衛官を集めて一息ついた。これが軍の暴走と言わずして何というのかということになぜありませんか。皆さん、戦前戦中天皇の大権のもとに軍部が暴走して侵略戦争になりました。今米軍の大権、米軍の指揮下で自衛隊が暴走している。これを突きつけられても首相も防衛大臣も当然だと